星と深淵を目指せ。お二人ともまたお会いしましたね。キャサリン、何かオイラたちにいい依頼はないか？依頼ですか？そうですね、本日の午後、教練院で行われる学術報告会にて愛の詩を読む。なんて？さらに詩を読んだ後の皆さんの反応も写真機に収めてきてください。なんでそんな依頼があるんだよ。そうですか、どうやらこの依頼はお気に召さなかったようですね。でしたらオルモス港にいるエルマイト旅団の団員を孤児院で働くように説得してきていただけませんか？なんだよそれ。ええ、傭兵たちの反応もきっと面白いものになるでしょう。ちょっと聞きたいんだけど、これってどんなやつからの依頼なんだ？依頼人ですか？実は単にあなた方がこういうことをするのを私が見たいだけです。もうバレちゃった。実際に依頼を引き受けてくれるのを期待してたのに。人間観察をする絶好の機会だわ。ナヒーダだったのか。オイラもキャサリンがそんな変な冗談を言うわけないって思ったぜ。ナヒーダ、いつの間に。星と深淵を目指せからかしら。それ初めからってことじゃないか。それでお前もう十分休めたのか？ええ、前にあなたたちと別れてからずっと深い眠りについて長い夢を見ていたわ。やっぱり過信探査の夢だったけど、今回のはいい夢だった。夢の中で私は花壇の中央に座っていて、スメールシティの人々が手をつなぎながら私を囲んでくるくる回っていた。私は飾り付けられた巨大なフロート車の上で花の騎士ファーリスに高く抱え上げられて、子供たちにヤルダーキャンディーを投げてあげていた。ナヒーダ、もしかしたら本来の過信探査はその夢と同じ感じだったのかもな。みんな楽しくお前の誕生日を祝って。あら、私はとても楽しい夢の話をしているのに、どうしてそんな表情をするの？もしかしてこれが同情というもの？いやいや、同情だなんてもっとかわいそうに見えちゃうじゃないか。ナヒーダ自身が悲しくないならそれでいいんだ。そういえばドニアザードの様子は見に行ったか？今あいつどうなってるんだ？あれから風魔池の人が部外者の立ち入りを禁止。ええ、目覚めた後彼女のお見舞いに行ったわ。その時はちょうど休んでいたようだったけど、病状は安定しているとはいえ、人の身に生じる死域ともいえるマリン病は世界樹の誇張問題を解決しない限り根本的に治せはしない。でも今の状況からすれば、賢者たちが何をしているのか、何を計画しているのかをはっきりさせることが最優先よ。おう、万が一過信探実の輪廻みたいな事件がまた起こっちゃったらどうなるかわからないもんな。ええ、賢者たちを調査し計画を阻止することを一番に考えましょう。具体的にどうするかは場所を変えて話した方が良さそうね。ここはだな。冒険者たちのみんな、悪いけど看板娘のキャサリンはオイラたちがちょっと借りてくぜ。
さあここで話しましょう。賢者たちの計画をどうやって調べるか。ナヒーダはもう何か思いついたのか？実はすでにいくつかの方法を試みているの。ただ今はまずあなたたちの考えを聞きたいわ。相手の本当の狙いが定かでない今、暗がりに潜む私たちがリスクある行動を取ることはとても危険なの。何せ今はスメールシティの民全てが人質の身なんだもの。その方法はすでに試したけれど、教令院の者は内部の重要人物から30人団の護衛までみんなアーカー社端末を意図的につけていなかったの。彼らはかなり早い段階からアーカー社端末による情報漏洩を避けていたようね。もちろん私の存在を意図的に警戒している可能性も否定はできないわ。賢者たちはもうお前のことに気づいてるのか？まだ気づいていないと思うけど、もし彼らが私に関する噂に注意を払っていたら警戒しても不思議じゃない。だから彼らの意識を直接占拠することはできないの。ダメよ、リスクが大きすぎる。見つかるリスクのことか？ううん、そうじゃない。私が言ってるのは関係のない学生を巻き込んで彼らの人生を狂わせてしまうリスクの。そんな方法、己の目的のために民の安全をないがしろにする賢者たちと同じになってしまうじゃない。それもそうだな。さすが神様だぜ。もうどうしようもないのか。ナヒーダ、実はまだ方法があるんだよな。お前はすっごく頭がいいんだし。なあ、もう実行不可能な案を先に否定しておくことで、これから出す実際の計画に重みを持たせる。これが教令院の陰謀派における主流な考え方よ。わかってるって。でもお前は知恵の神だし、こんなことしなくたってオイラたちはお前の話を重視するぞ。あら、そうなの？私の考えはこうよ。現状重要人物の意識に直接憑依することも、だったら無実でない上にはっきりとした立場を持っていない人を見つけて協力してもらいましょう。それって内通者を作り出すってことか？確かにいい方法だな。オイラたち前にアルハイゼンってやつと知り合ったんだけど、いつも一人で行動してて教令院に隠れていろいろするのが好きなんだ。多分教令院の仲間じゃないと思うぜ。実はもう人選は決めてあるの。セタレという女学者を覚えているかしら？セタレ、ああ、覚えてるぞ。確かいっつも教令院の大賢者の後ろにいた部下だよな。家臣探実の輪廻を過ごすたびにあいつに会ってたからな。知り合いと言っても過言じゃないぜ。確かいっつも偉そうにきつい喋り方でニーローに話しかけてたよな。ええ、私は普段いろんな人々を観察することが好きなのだけれど、中でもセタレは特に特殊な人物の一人なの。彼女は砂漠地帯出身なんだけど、学問の天才なのよ。その際は砂漠の民の中でも一番。そんなわけで特別に教令院に入り、賢者たちの傍らに仕える助手となった。
漠の民だったのか。確かに珍しいな。スメールシティの近くで見かける砂漠の民ってほとんど傭兵だけだったもんな。セタレという名前には星という意味が込められているな。砂漠の中の彼女はまるで夜空で最も輝く星のようだった。その後太陽は彼女を選んだわ。彼女は星という身分で白昼の空を訪れ太陽の光を引き立たせ、でもほどなくして彼女は灼熱の太陽が大地を燃やし数多の災害をもたらすのを見た。星はためらい始めたわ。こんな太陽に協力するよりも夜に帰って星空を照らした方がよほど良いのではないかと。でも結局彼女は白昼の光に執着するあまり恥じる思いを心の奥底に隠してしまった。今の話だとセタレはここの学術環境に執着してるみたいだったけど、でも本当は教練員のやり方には反対してるんだろ。しかも心の中じゃ故郷の砂漠に負い目を感じてるみたいだし、問題から逃げてるだけじゃないか。確かに複雑な問題に直面した時大部分のものは耳を塞ぎ取り返しのつかない事態になるまで流れに身を任せることを選んでしまうものよ。たとえ彼女が罪悪感を抱いていたとしても知らず知らずのうちに彼女も賢者たちの共犯者になっている。だから A、 もう一度セタレに問題を直視してもらうために方法を考えないといけないわ。